ちは。今日も朝洗濯してちょっと掃除して今お昼食べて至ります。荷物も2つ受け取って言葉ありました。謎に朝5時半くらいに目が覚めてあんま寝た気はしない。洗った洗い物もちゃんとしました。偉い、偉すぎる。日焼け止めを塗ります。ね、明日からまた寒くなるってね。雨降るんだよね、今日の夜。洗濯物入れていかないとだね。もう秋になる、どういうことやねん。もう秋になるの。冬服、ちょっと寒くなるって。冬服まではいいんじゃない。トレーナーとかあった方が良さそう。わかんない、雨降るってことは結構寒いんちゃう。めっちゃ眠い。もうこのリップがなくなってきた。今日は暑い？普通に暑いか。暑いよ。そう、三上岩さんの帽子が再販するんだけど、でもまたね、数量限定だし9月に届くって言ってたの。台風来てるから雨降るってこと？結局アスカの見てないの、まだ。今日見る。なんか TVer で村井の恋を見て面白くてそう見てますよ。みんなも
人名が星とは、まあそういうそういうね、そういうジャンルの方だからじゃない。帽子さ、なんかベージュがいいのかなって思ったんだけど、ベージュって結構難易度高いのかなって思っちゃって、なんか水色の黒の方がいいのかなとか思ったり。友達は黒かったんだって。なんか夜ちょっと寒いの困るよね、この気温。去年ニットの白い帽子買ってないよ。ニットの白い帽子なんて、夏にニットの帽子買わない。羽織いるかな。アミアミのやつ買ったっけ、白いやつ帽子。去年も風強いね今日も。雪止め首に塗ったかった。風強い日最近多くない？台風来てるから多いのか。風が強いから夜寒く感じそう。なんか TikTok でさ、中学生日記の切り取りみたいなのがいっぱい出てくるなってさ、ちょっと中学生日記見たくなっちゃった。私の大好きなドラマ。
わかる？だから中学生日記って2つあるんだよね。そのあの私が言ったのは有村架純さんの中学生日記ね。本当に好きなんだよね。そうだからそうみんなが思ってる中学生にきっと違うかもしれないけど、もう本当にみんなにも見てほしい。ずっと言うけど、すごい私町田啓太さんの演技すごい好きだから、なんか中学生日記も本当に切なくなるかも。基本なんか主演の役の人の恋を応援したくなるんだけど、中学生日記に関してはなんか町田啓太さん側になっちゃう。たまにたまにっていうか感情が動いちゃう。わかる。そうなんか揺らいじゃうよね。でもさ、普通に考えるとさ、中学生の子に恋するってどういう感情なんだろうっていう。中学生日記はぜひ見てほしい。切ない。私が結構好きなのは中学生日記大恋愛とか、最近見たからかな。すごい大恋愛はめちゃくちゃ泣いたね。何歳の人が恋するの？中学生日記屋さん担任の先生と中学生の子が恋愛する。担任の先生何歳くらいなんだろう。ひじりちゃん
青木さん終わったら撮るから覚えといて誰か。でもなんだろう、そんくらい大人の役とかもやってみたいかも、いずれは。今はさ、鉄とか、なんだろう、学生ものが多くて、年齢が若いけど、脚本書ける人って本当にすごいなって思うんだけど。余命10年見たよ、一人で見た、絶対泣くと思ったから。でもなんだろう、私はなんかそういう恋愛ドラマとか映画とか漫画とか少女漫画とかが好きだから、なんかそういう恋愛ものとか私はすごい感情恋愛ものがすごく感情移入しやすいと思う。役もそうだろうけど、だからジョン・マイ・ラブもそれこそ2幕とかはてっちゃん恋してるから、そういうとこはなんか移入しやすかったかな。逆になんでこんな恋愛、恋愛ものばっか興味持つんだろうっていう疑問なんだけどさ、やっぱさ東京ってさこういう音多いよね。あんま意識しなくなったけど一日に何回も通ってる。田舎はそんな通らない。すごいよね、こんな土地が狭いのに家がたくさんあってさ、人口が多いって。上京1年生の感想、確かに1年半くらいかな今上京して。
さすがに慣れたけど、なんか、夜の例えばお仕事終わりとか、夜の遅い時11時とかに外歩くと怖いと思っちゃう。そう、だからたまに夜とかコンビニ行ったりするの、12時超えてる時とか、なんかそういう時怖いって思っちゃうから、あんま外出れなくてドクドクしてる心臓いつも。基本ビビりだから、そう8時とか9時10時は大丈夫なんだけど、それ以上遅いとちょっとビクビクしながら歩いてる。逆にさ、男性のみんなって怖くない？怖くないか。けどマジでどこで何が起こるかわからないっていうのが一番怖いよね。暗闇怖いよね。見習い駅から坊ちゃん劇場行くまでの夜道は怖い。真っ暗だもんね。街灯ないもんね。マジで真っ暗だよね、あそこ。街灯ない、マジで。天気いいと眠くなってくるんだけど、眠たい、もう。いや、ほんと最近さ、私もニュースなんだろう、基本流してるんだけどさ、こうやってテレビつけっぱで、けどもうね、本当にそういう映像見ると私力抜けちゃうから全然ニュース見れなくて、
今喋ってるから大丈夫なんだけど、とか TikTok とかでもさよく出てくるの。から抜けちゃう。やばい、もう化粧道具がいろいろ足りてないわ。アイラインも出ない、リップもないし、そういうのってなんか一気にまとめ買いしたいタイプだからさ、もうそろそろ買いに行くべきってことだよね。そういうこと、そういうこと。布団も今日はめっちゃファブリーズした。で、日に当ててる。よし、完成したかも。いやー、髪結びたいけど前髪長いからな。結べるかな。うん、髪やってからスクショする。あと今日はスナイデルの展示会で注文したワンピースが届きました。もう何ヶ月も前の。
コーナー飛んでっちゃいそう。会議行ってきましたって、いってらっしゃい、バレでもね、半袖かなの、なんだろう、ニットワンピだから、そうだね、春夏くらいに着れるかなって感じ。俺のために買ったやつだっけって、そうそうそう、結ばない方が良かったかも。まあいっか。なんか天気いいとスタバ飲みたくなるわ。やだ。いつも飲んでるんだけど、こんだけ天気いいと飲みたくなる。いや昨日も飲んだし、一昨日も飲んでるのよ。だから飲みたくないんだけど、飲みたくなる。あーでもバナナはあんまり惹かれないかも。バナナのはそんな惹かれてないかも。美味しいかな？飲んだ人いる？まだいないか。気になりはするけど。
150円、何が？バナナ？桜巻きアートって何？スタバ？のメニューそれ。店舗限定メニュー、あ、そんなのあるの？都会にしかなさそう。あ、でもなんかバナナジュースは好きなんだよね。フラペチーノって美味しいのかな、ちょっと気になってきたかも。今日からなんだね。桜味とかあんまり好きじゃないからな。だから結局何なんだろう、桜って何なんだろうって。こんなんで、できた。桜味はさくらんぼじゃないよ、全然違う。完成。取っとこう。宿舎タイムします。ここ気になる。線リップつけさせて。
取れたかな。もうちょっとアイシャドウ出そうと。マジ布団とか布団カバーとか一式全部洗濯したいくらいの天気だね。でも夜雨降るんだもんね。もう何でもちょっと遠いんだもん。アイシャドウ入れすぎた。倒しちゃった。待って。ちょっと早く準備終わっちゃった。今日帰りに買うものはない。今日はないかな。昨日100均でいっぱい買ったし。これからウェットティッシュを持ち歩こうと思って買ってきました。これからっていうか基本持ち歩いてるんだけど、もうなくなってたからストックで買いました。
今日まだ何もしてないから話すことがあんまない久しぶりになんか困った。なんかないかな。昼間だしね、あんまないよね。夢は今日はでもあんま記憶にないけど夢見たのは見てるかな。メンバーの舞台とか見に行く予定は、今は公演と稽古で結構バタバタするから行けなさそうかな。ね、でもやっぱ今メンバーがいっぱい舞台してるから、ももちゃんとなおちゃんが池袋に舞台してる。同じ舞台？それは違うか。なんか、ソファーカバーとか洗えばよかった。明日から雨だった。てかさ、ベランダがさ、なんだろう、黄砂、砂さ、めっちゃ汚いんだよね。拭けばいいのかな。半になったら終わります。黄砂っぽいかな。ほうきとかないの。いや、こんな汚れるのって黄砂か砂かしかないから、どっちかなのかなと思って。ねえ、だから物干し竿とかも、なんだろう、ベランダのなんかその柵のちょっと隙間とかもなんか普通に床も汚れるってる。ちょっとだけ掃除してから行こうかな。
入ろうか。うわでも私やっぱこんくらいあったかい気温めちゃくちゃ好きだわ。全然好き。コロコロしよう、コロコロ。しかもベーコンポテトパイ出たね、マック食べたい。そう、今日からだって下のまつげがない。忘れ物は絶対ない。上着いるかな。夜はいるか。持ってこ。天気良すぎ。手のカーディガン持ってない。
構今茶色く見えるね。そんな明るくないのに、やっぱ日の当たりとかか。なんかこんな沈黙のショールーム久しぶりすぎて、こんな今日喋ることなかったっけ。まあ起きて寝て起きてしかしてないからな。昨日の夜したし。久しぶりな感じ。まったりすぎて話すことないけど、もうちょっとでランキングを見ますね。よし、じゃあ今日も稽古頑張ってきます。また夜できたらしますね。ランキングを見ます。13位、新血アットマークなどりどんさん。12位、台湾のラリザットマン、今日も仕事頑張ってねさん。11位、キングスアットマークリランチさん。10位、クロケアットマークポニテ似合ってるよ稽古ファイトさん。9位、チョロさん。8位、幻さん。7位、ペロペロチーノさん。6位、ケンセイマキシさん。5位、ダイヤくん。4位、中山フェスタさん。3位、ユウキさん。2位、TK トンからアットマークタイのナドリドンさん。1位、イナジーアットマーク21歳のユーナウロドリタイさんです。ありがとうございました。ということで見てくださってありがとうございました。稽古行ってきます。